はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、こちら、無限列車に今来ているんですけど、まあ無限列車でね、この格好といえば、そうです。少し前、2日ぐらい前かな、ギョッコで上限の位置を目指すという、ことをやったんですけど、今回は、増白点で上限の位置を目指していきたいなと思います。俺、今回はもう絶対途中でやられずに、もうなんだったら前編後編にしてやろう。もう一本の動画にすると長すぎてやばいですみたいな、もうそれぐらい、もうそうしないと上限の位置になれないと思ってるので、それの覚悟でいきたいなと思います。で、今回ギョッコの時に感じたんですけど、ちょっとね、地15個ではさすがにちょっと厳しいということで、地を20個あるので、今から飲みます。で、ちなみにこれ今火の呼吸をやってるので、昼でも、鬼化しても大丈夫ですと。で、ギョッコと比べてね、多分ゾワクテン強いと思うんだよ、技が。まあ、かなりね、まあ、ちょっと一つ言うとしたら、使い慣れてないっていうのはあるんだけど、この雷ドンドンが出すから、それでそのまあかなりの敵にダメージも与えられるし、火力も高いからね。で、あとね、これもしかしたらこうで、ごめんね、ちょっとごめんね、ほんとごめんね、ごめんね、申し訳ないんだけど、これで今血の効果が発動しましたね。はい、というわけで、じゃあこれで夜行きましょう。いや、かなり強いと思うんだけどな。間違えて、これサバイバルもやってやる。では行きまする、レッツスタート。さあ行こうではないか。これ音あれかな、ちょっと技の音がすごいうるさい可能性があるので、環境音とかなのかな、自分のプレイヤーの音か、こんな感じどうかな。あー、でもちょっとうるさいかな。まあ、とりあえずちょっとやってみるか。で、技がまあこの槍の技とか、この技とか、暴風ですね。まあこれはかなりいいと思う。これでこうやって吹っ飛ばすことができる。ごめんね。これでまあ、敵が、柱が迫ってきたってなったら、これで吹っ飛ばして向こうにやることができるみたいなね、感じ。で、雷撃ですね。雷撃は、ちょっと待って、一応ちょっと試すか。雷撃これ。ちょっと分かりづらいかな。これ、近距離に、お前、大丈夫か。近距離にこんな感じで、まあ僕の周りですね。周りに、まあ雷を、ドーンってすることができますと。で、赤道雷殺だっけ、はい。これが多分一番強いと思う。まあ、あと、使いやすくて強い技ですね。これが。でも、その代わり、これね、ちょっとね、一回、通常攻撃で殴り入れないと、多分、倒した判定になんないんじゃないかな。こちら、ちょっとこれは、鬼殺隊の前でちょっとやってみよう。はい。さあ、鬼殺隊くん、どこにいるというのかね。今回は、私はさらに強くなったぞ。確かに、ギョッコも強かった。でも、ギョッコ強かったけど、まあ、言うて、そんな、ね、戦闘向けではない。これだよ。さあ来たまえよ。ラピュタ王の前で、ヒレフスが良い。これだ。これが強いのだよ。どうだね、今回。鬼殺隊がゴミのようだ。見ろ。鬼殺隊がゴミのようだ。さあ、行け。やりたまえ。素晴らしいと思わんかね。すげえ、強え。これだよ、これ。で、しかもね、これ、この竜を出してる間、クールタイムが終わったら、なんと私、技を打つことができまする。いけー、やっちまえ。いいぞ、倒すぞ。おら、倒せ、いけー。雷、みんな雷打ってくんね。おーい、雷打ってくる。大丈夫ね。オッケー、加減の子。風水さんだ。いや、まだ、ちょっと待ってね。大丈夫。でもね、この竜がいてくれれば私は柱にも勝てる気がする。ちょっと柱挑みたいね。国士坊様、こんにちは。かっこいい。今日も美しいです、国士坊様。まだね、まだ、私、格下ですので、国士坊様と呼ばせていただきますが、残念ながらね、国士坊様もいずれ、こんな敬語で呼ぶなんてことはしなくなってしまうがな。必ずあなたを超えてみせますよ、国士坊様。今はあなたに、媚びへつらわせていただく。そして、強くなった暁には、あなたに私の靴を舐めさせてあげましょう、国士坊さん。あ、でも国士坊さんもいつもかっこいいですね。よし。さあ、こういうもんよ。社会の縮図というものはこういうものでござる。おーね、ねずこちゃんじゃなかった。おらー、いけ。いや、強い。全然違う。ギョッコと、いや、ギョッコも強いんだけど、違うね。あ、イグロさん怖いな。いや、でも20個だからなー。ちょっとガンガン攻めていい気もするなー。品津川さんと、いやー、品津川さんの他に加減一人でもいれば、いけんかな？いける？地位20個。行くか。行ってみよう。やるぞ！いけ！さあ、レッツゴーだ！雷ドーン！雷ドーン！行って！
痛いが、いや痛いが、ま、勝てないほどではない、勝てないほどではない。ちょっと待って、クールタイムが長いんだよ。そうなんや、クールタイムが長いんだよな。よし、加減の4、そしていけ、雷ドン、雷ドン、雷、全然食らってない、やばい、食らってな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 いっす。あっ、あ、やばい、これ、これまずい、死んだんじゃないの。ちょっと待って、雷、雷ドン、雷ドン、どう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 すか、どうすか、これもう攻めよう、攻めよう。で、近くに上限がいてくれればいいんだけど、これきついか、2人はきついか、2人きついか。雷ドン、雷ドンしながら、ちょっと待って、けけけ、いいぞいいぞ、うん、待って、あ、え、なんか変わってる、場所変わってる、ちょっと待って、いけ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 、とりあえず竜出して、で、雷ドン、いけいけいけ、雷落とせ、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 敵対するんだ、敵対して、早く雷落としてください、雷どんどん落としてください、お願いします。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、いける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 、あらららら、またいたの、あなたいたの、あなたまだいたのね、あなたまだいたので、いいよいいよ、白塚さんどこだ、白塚さん、白塚さんに一発攻撃与えれば、よしいいぞ、攻撃してくれてる、素晴らしい素晴らしい、ナイスです。で、僕は防御の方、僕は防御の方、いいぞいいぞ、防御の方で、白塚さんに、いけ、白塚さんに攻撃だ、みんな、いいぞ、いい、え、いなくなっちゃった、どこ行った、白塚さん、白塚さんどこ行った、あらららら、いけいけ、もう一回雷、雷ドン、雷ドンして、いいんじゃない、白塚さん、もうすぐもうすぐもうすぐです、私はじゃあ食べよう、鬼殺隊を食べて、そしてその間に鬼殺隊、白塚さんに攻撃してくれれば、いいぞいいぞ、いける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 、ナイス。しかもギョッコも来た、我らがギョッコも、ギョッコさんも来てくれたぞ。あれ、どこ行ったどこ行ったどこ行った、え、白塚さん、白塚さんどこ、どこ行った、倒した、倒れちゃった、やられちゃった、やられちゃった。いや、これはちょっと、義勇さん、義勇さん助けに来たぞ、大丈夫かぞ、ワクテン助けに来たぞ、助けに来たという名の戦力、あの、奪いに来ま、奪いに来たぞ。暴風、暴風で吹っ飛ばせ、ちょっと待って、私もじゃあ雷を落とそう、我も雷落とさせていただく。さあどうだ、ダブル雷ぞ、いけ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 、やっちまえ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 、ギウさんに、ギウさんに雷ドンドン、雷ドンドンドン、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、いいぞいいぞ、雷雷雷落とせ、雷落とせ、雷落とせ、やばい、ゾワクテンがもうやられちゃう、やられる前に、やられる前に雷落とせ、いけ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 、いけるかいけるか、雷落とせ、ちょ、竜があんまりちょっと心もとないんで、先にちょっと、よーし、ナイス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 、加減の2、そしてゾワクテンも体力、ちょっと待って、いける、いける、いける、雷、雷、倒せ、倒しきれ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 、いける、いける、倒しきれ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 、最後、最後、殴れ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 、よし、刺激、殴れ、よー来たぜ、上限の4、達成だぜ、おーよ、そして鬼の血も4個、これは最高の滑り出しでは、え、これいいぞ、いや、強いね。ちょっとうるさいかな、うるさかったらごめんね。多分そんなに大丈夫だと思うんだけど。ほら、加減の1でしょ。で、決戦来たけど、鬼殺隊を倒し続ければ加減の6。でも、できれば牛太郎は普通に倒したいな。よーし。最高の手、あ、しかもこれ待って、エンムさ。エンム血はいっぱいゲットできるから、これエンムは戦っておきたいね。エンム勝負だ。はい、そして雷ドーン、あ、これ待って、でも雷あれなんだよな。残念ながら。これ、木の上だと雷が落ちない。そのシステム。そして無限列車です、無限列車、しかし無限列車は、ま、的だよ、無限列車みたいな大きいところは的なのだよ、わかるかね、わかるかね、あ、そして血が大量だよ、いや、エンム君は素晴らしいね、3回も復活してくれるから3個分も血がもらえるといったところで、これかなり強いぞ、これも柱に普通に勝てるかもしれない。まあ、なるべく竜はね、使いたくないんだよな。あ、まだあそこに、あんなとこにまだいるのかな、エムくん。エムくんまだいるんだ、君、勝負しよう。ちょっと私と勝負しよう。私と勝負。雷ドーン、さあ、エムくん勝負だよ。来たまえ。さあ、来たまえ。雷勝負来たまえ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。よし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 。最高、最高、最高。おーいえー、素晴らしいでーす。で、あそこに白塚さんいるから、ちょっと倒しに行くか。戦うか。あれ。そうだね。勝負だ、やばい、カラオちゃんもいる、カラオちゃんもいるって、みんなさっきと同じメンツじゃん、何二人、何付き合ってんの、ちょっとやめて、そういうの、ちょっとそういう、ちょっと炭治郎が泣くぞ、炭治郎が泣くぞ、やめてくれ、まずこれ使う使う使う、もう全言撤回、使うわ、来るか来るか、いや、あそこで戦ってくれてる、戦ってくれてる、戦ってくれてる、あれ、ちょ、助けに行こう、行こうか行こうか行こうか、ちょっと待って、どこに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 、はい、まだいる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 。しかも、しかも結構瀕死。かなり瀕死です。いけるいける。よーし、きたー、上限の 6! よーし、さあ、行くぞ、いけいけいけ、大丈夫。しのぶさんは多分負けないと思いたいんだけど。待て待て待て、大丈夫か大丈夫か、これ、大丈夫か、あれ、これやばい、やばい。地味にやばい、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 地味にやばい。待て、しのぶさんマジか。しのぶさんごめん、許して。ちょっと待って、待って、これ、痛い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 痛
のか。来たー、いいぞ、いいんじゃない、いいですよ、来た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 、いいんじゃない、これいいよ。あー、ダッキー、いやでももう上限の6になったからな、別に今ダッキーに挑む必要ないということで、今のところ来てる来てる来てる、上限の4、増悪天に勝てば上がれる、いるじゃん、いるじゃない、あー、どこどこにいる、どこにいる、ゾウアクテ、ゾウちゃん、ゾウちゃんどこ、あれゾウちゃんどこ、あれゾウちゃん、え、ゾウアクテは、あれゾウアクテいない、 M、 よーし、ごめんな、あ、上限の4、やったー、イエーイ、素晴らしいです、行きなさーい、よし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 、そして血もゲットできて、かつ上限の4になることができた、これは加速してるんじゃないか、これ上限いけるぞ、いや、これ体力回復した方がいい、いや、やばい、これどうする、ドラゴン、待って、体力回復した方が良かったかもしれない、待って待って、一回一回守りながら守りながら守って守って、で雷ドン、雷ドン、私は竜に頼りたくない、頼らないように僕は生きていくんだ、竜になんか頼らない、竜に頼らずに僕は勝ちたい、たまには自分の力で勝ってみろ、トライアングル、はい、頑張りませる、頑張る頑張る、いける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 、どこ行った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 、やばい、どこ行った、どこ行った、痛い痛い痛い、危ない危ない、ちゃんとちゃんとこの鬼滅の刃モッドはちゃんと敵の場所を見てないと勝てない、これはそういう戦いなのだ、残り体力25、25、25、25、いいんじゃない、いいんじゃない、いいぞいいぞいいぞ、雷でちょっと離れたところでこれを打ちつつ守りながら、よし、いける、倒せ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 、え、なんで、ちょちょちょ、すごい耐えない、すごい耐えない、なんでこんな耐えるの、おかしいおかしい、なんでこんな耐えるんだよ、ふざけるな、いけ、よーし、危ねえ、ああ、ああ、危ない、上限の3になっちゃったなんか倒せたら上限の3になりました、ありがとうございます、おいおいおい、若さ倒さずとも、てことはさっきのドーマと戦いたかったな、まあまあまあ言うて OK でしょ、これであとはドーマを戦って最後黒死亡様を倒せば私が上限の2だ、もう鬼殺隊倒すのやりたくないな、ちょっとちゃんとあのちゃんと決戦に勝利してやりたいですな、これは前編後編いらんでしょう、ちょっと血も集めとこう、さっき鎌の湯もいたけど、まあまあまあとりあえずこれで倒します、 OK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 、 よし、んわっ、ま、おい、待て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 、まずまずまずいって、まずいって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 まず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 、とりあえず髪出して、えんこね、よし、いけ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 、倒せ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 、いいぞいいぞいいぞ、待て、手下がって、逃げた、どこにいる、どこにいる、煉獄さん、煉獄さん、オッケー、危ない、ほらやばい、ちょっとまずい、ちょっと待って、まずい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 、また回復したい、やばい、あぶねえ、どうするどうする、待って体力見ろ体力見ろ、もう少しもう少しもう少しで、最後にこれ煉獄飛んでくる、最後に煉獄、煉獄飛んでくる